マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、実はマスオこれから手術をしてきます。いや、人生でさ、記憶ある限りだと初めての手術なんだよね。だからね、ちょっと緊張しているんですが、まあ安心してください。その病気とかではなく、今日する手術はですね、目の手術でございます。まあ眼鏡ねかけているからね、わかるよって方もいると思うんですが、僕ね、目そんなに良くないんですよ。かといってめちゃくちゃ悪いわけではないんですね。コンタクトレンズの度数で言うとマイナス 2.5 ぐらいだからね、視力で言ったら 0.1 ないぐらいなんですよね。で、乱視もあるから 0.07 とか8ぐらいで、まあ目本当に悪い人からすると、まあそこそこ悪いぐらいの、まあ視力だったんですね。さすがにさ、なんかメガネとコンタクトレンズで今までやってきたんだけど、まあこれから先いろんなことを考えたら、まあ手術した方がいろいろな面でねいいかなと思って、今日実は手術をしてきます。目の手術をこれからしていくんですが、大きく分けてですね、2種類の方法でその視力を回復するための手術ってあるんですよ。一つがレーシックで、二つ目が ICL って呼ばれる、その目の中にレンズを入れて、あの視力をこう戻す、視力をまあ回復させるっていうねものなんですが、僕が今回今日これからやってくるのはレーシックでございます。いや、最近さ、ネットとか見ると、その目の中にレンズを入れる ICL の方がなんとなくいいのかなって僕思って、先週かな、眼科さんに行って ICL したいんですけどっていうことでね、行きました。で、目の検査をいろいろしてみた結果、僕には多分レーシックの方が合っているっていうことで、今日はね、まあレーシックをしていきます。どんな感じになるだろうね。なんか今目こう眼鏡外すとさ、当たり前ですけど、まあこの距離でもさ、今もうカメラここに置いてるんだけど、この距離でも文字が見えないんだよ。その時間とかもさ、当たり前だけど、今何分撮りましたとか、そんぐらいもう見えないんですけど、これがさ、もう眼鏡なしでも見れる生活になると思うと、もうめちゃくちゃ感動的ですよね。はい、すっごい楽しみではあるんですけど。で、今回ね、なぜ僕がレーシックなのかっていうね、理由がいくつかありまして、それもねご紹介していきたいんですけど、一つ目がですね、目の形です。なんかね、僕黒目大きいらしいんですよね。すごくなんか ICL のレンズをこう入れようとするじゃないですか。で、入れてもなんか黒目が大きいから、その中でずれてしまう可能性が他の人よりあるらしいんですよ。なんか目の中でコンタクトがずれることあるらしい。それは怖いな。まあそんな事故はないと思うんですけど、例えばこうずれて、その目の中でさ、こうあの血液みたいにこうからあの目に栄養を与える水分が滞ってしまうと、目のね、あの失明とか、もうすっごく進んじゃうとね、まあそういうことにもなりかねないっていうものがあるらしいんですけど、まず人よりもそのずれてしまうリスクが高いから、まず一つ目の理由で僕はレーシックにしたってことです。で、二つ目の理由としましては、僕の視力がそんなに悪くないからですね。さっきもご説明したんですけど、僕コンタクトレンズをつけてもマイナス 2.5 ぐらいなんですよ。マイナス6までは僕がね、今回行った品川近視クリニックさんではレーシックを勧めるそうです。で、マイナス6以上目が悪いと、まあ以上っていうか以下っていうか、目が悪いとその ICL をすることが多いみたいなんですよね。これはさ、もちろん個人差とか、その目の形とか個々のね状況によって、私はマイナス4だったけど ICL にしたよって方もね、もちろんいると思うんで、まあ基本的にはそのマイナス6がこうね、ボーダー境界線になって、そのレーシックをするか ICL をするかっていうねものらしいんですよね。 ICL、 そのレンズを入れる方だと、例えばなんか自分の視力がこれからまた悪くなったら、そのレンズをね、あの取り替えれば大丈夫みたいなね話もこう聞いたりするし、レーシックはなんかこう削っちゃうからあんまり良くないんじゃないかとかね、なんかいろいろこう聞くんだけど、わかんないよね。そういう動画僕もいっぱい見たんですけどね。だから ICL の方がいいのかなと思っていろいろ検査したら、結局レーシックってことです。あ、で、3つ目ですね、僕がレーシックにした理由、3つ目がですね、乱視です。
で僕ね弱い卵子が左右に入っているんですよ。その弱い卵子なんですけど、そのレンズの方でそれを調整しようとするとちょっとねやりづらいらしいんですよね。そのレンズの卵子の状態とその目の形ととかいろいろでこうそのぐらいの弱い卵子だとレーシックの方が綺麗にこう、ね、直せるらしいですっていうね、その大きく分けてこの3つの理由でですね、あ、まあもう4つあるわ、4つ目もあるわ。4つ目はレシックの方が、メンテナンスがね楽、あ、まああと費用も楽で5つあったね理由ね、費用もまあ抑えられるっていうね。正直費用はどっちでも良かったんですよ、いい方をしたいから。でもそのメンテナンスに関してもやっぱレーシックの方が楽みたいですよ。あの ICL だと1年に1回その眼科さんで、まあ、見てもらわなきゃいけない、まあ、見る方がいいらしいんですよね。どうしてもそのレンズがその目におかしなことを起こしてないかっていうね見る必要があるっていうことで1年に1回通わなきゃいけなくなるんですけど、まあ、レーシックの場合はそういうことがねないってことで、まあ、管理も楽だし安いし、あと僕の目には適しているっていうことで、まあレーシック一択なんじゃないっていうふうに言われて、はい、今回はレーシックを僕はこれからしていきます。楽しみだな、どうなんだろうな。うわ、もうメガネがない生活、いやちょっと緊張するけど、ではですねちょっと話長くなっちゃったんですが、これから早速目の手術レーシックをしに行きたいと思います。では行ってきます。ということで受付が終了しましたので、これから手術してきます。緊張する。はい、ということで手術終えました。透明なメガネですね。ではこれから帰ります。ちょっと感想は後でまたお話ししたいと思います。ということでレーシックの手術を終えて帰宅しました。いやー無事終わってよかったー。ぶっちゃけ手術のね時ね動画とか残せてないんだけど怖かったー。っていうのもさ、まあ、麻酔してるとかから痛みとかはないんだけど、これさ目ん玉だとするじゃん。レーシックの手術ってさ、この目ん玉のさこの一番上のところをさこうパカってこう切るのね。でパカって切ってこうやってそこにレーザー当てて戻すみたいなことをするんだけどさ、この多分切るためにさこの目ん玉のところをさ機械みたいなのでギュッと押さえるのよ。だからさもう今までこうかかったことのない圧が目にさこうギュッ、多分固定するためから目ん玉をギュッてかかってさ、すごかったねいやもしこのさメンターはギュッと押さえられてパカってこうもうパカって開いてる時も何も見えないのね。でその時にさなんか停電とか大事件が起きたらさあ僕このまま目見えないまんまかもしんないみたいなね、ちょっと不安になるぐらいになんかちょっと緊張感はあったんですけど、まあ無事終わりました。で今ね手術終わってから2時間ぐらいかな、まあ、経過したんですけど、あの今までのその裸眼に比べたらですねめちゃくちゃ見えるようになっているんですが、このねあの術後6時間がその目の痛みのピークっていうことで、今ねちょっと目痛いです。やっぱり切ったりしてるからね。ですので痛み止めとか目薬とか、なんか目薬4種類ほどね処方されたんですけど、それをですねつけながら、まあ、様子を見るということですね。で今ねまだねやっぱ2時間だからね光がこうなんか白っぽく今見えてるんだよね、ぼやーって。これがだんだんこうねクリアに見えてくるようになるそうです。すごい今ドライアイなんだよね。だからちょっと目こう開けてたりするとなんかこう結構痛みとかも若干あったりするから、まあ乾かないようにこう目薬とかねがっつりやりたいなと思います。もうすでにめちゃくちゃ見えてます。この時点でちょっと感動するんですけど、まだねそのね感動よりもね目の乾きとそっちが気になる。なんか3ヶ月ぐらいは乾くらしいんだけど、特にその術後の1日とか1週間ぐらいはよく乾くらしい。うん、ってことで、まあ、手術終えました。で明日ですねもう一度その手術の次の日ってことでその眼科ね行ってきます。でそのね目の状態が大丈夫かっていうのを確認してもらうんですけど、こっからねまた時間が経ったらどうなるのかっていうのとですね、また皆さんにお伝えしたいと思います。とりあえず一回休みます。あ、そしてね外にいる時とあと寝る時はこういうねメガネをかけて
過ごさなくてはいけません。はい、ということでとりあえずこれで一回様子を見てみましょう。ということで手術日の翌日でございます。昨日から今日にかけてですね、目痛かったね。目にずっとゴミが入っているようなそういう痛さがあって、昨日から今日にかけて透明なメガネをね基本的にはしているんですけど、それとあとは痛み止めの目薬だったり乾き止めの目薬だったり炎症起きないような目薬だったりっていうのをもうね1時間に1回以上ね目に刺して過ごしました。で翌日、まあ、今日になってだいぶね楽になりましたね。昨日みたいなすごい痛みがあるわけではなく、まだちょっとね目にゴロつきみたいなのは感じる時っていうか、ゴロつきっていうか多分乾きなんだろうねがあるんだけど、まあそれでも普通に過ごせるようになりました。で今日はね昼間にですね昨日の眼科に行って手術後大丈夫かっていうのをですね見てもらったんですけど、レーシック手術を終えて目の状態は良好でした。そしてですね視力検査もしてきたんですが、なんと両目左右ともに視力 2.0 でした。いやすごいね、 2.0 ってめっちゃ見えるやんっていうね感じですよね。レーシックしたからって言って誰もが 2.0 になるわけではないらしいです。これね多分子供の頃のその生活とかその育った環境とか目の使い方によってレーシックをしても最高が 1.2 とか1ぐらいの人もいるし、まあ僕みたいに 2.0 になる人もいるしっていうことでね、僕多分山とかさそういう自然ですごい遠くを見る中で育ったから多分ねその 2.0 まで行ってるんだと思うんだけど、まあ視力回復してですねすごくね快適な生活を送れるようになりました。もう素晴らしい。で今回のレーシックなんですけど、クーポン使って金額がですね42万円でした。姉も実は同じ病院っていうか眼科さんでそのレーシックの手術を昔受けてて、なんかキャッシュバックみたいなそういう制度もあったりして、家族もねお得で、で僕も目がすごくね見えるようになって生活しやすくなってお得でっていうことで、今のところねいいことずくめです。ただねこの先ねそのレーシックをしたことによってまあいい点悪い点、悪い点ないことを祈りますけど、いろいろなねこう感想なども出てくると思いますので、またね時間が経ったらどうなのかっていうのをね皆さんにねご紹介できたらなと思います。で今のところで言ったらレーシックやってよかったかよくなかったかって言ったら 100% 良かったなって思います。だってめっちゃ楽だもん。ぜひねレーシックだったりとか ICL とかねやりたいな、興味があるなっていう方はですね、まあ参考の一つに、あこういう人もいるんだぐらいのね一つに思ってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回はですねマスオ手術を受けるレーシックということでした。はい、ぜひね皆さんのね感想もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんどしどしコメントよろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで以上マスオ TV でした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますのでぜひフォローよろしくお願いします。